はい、どうも、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。ただいま帰ってまいりました。今日もいろいろ、本当はね、本当はまあいいや、はい、まずこれからいただきます。あるんですけどね、店主のレッドエール、麦芽ビール、麦芽 100% ビール。普通の声で喋れるっていうことはどんだけ幸せかということが僕はよく分かったこの何日かで。冬季限定、冬の間だけだってよ。これはどこな、これん、沖縄、あれそうなのこれ、どこのこれは。あら、まあ僕これちゃんと見てなかったよ。へえ、名護市なんだ。ヘリオスブルワリー、ヘリオスブルワリーですね。アイルランド発祥のエールビール、ホップの苦みは控えめで、モルトの甘みが特徴の優しい味わい、ほんのり赤い色が美しいビールですっていうことらしい。もうよくわからんけど、もう苦み、香り、ボディっていうこの星マークとかついてて、初めてだね、これは。ふとこう取ってみただけ。本当は食べに行こうかなと思ったんでね、帰ってきたから。あの横浜家系ラーメン食べたいな。味濃いめ、油多め、味濃いめよりちょっと濃いめ、油多めよりも多めでお願いします。あとライスっていう風にしたいなと思ったんだけど、もうちょっと元気ねえなっていうことで、元気ねえなっていうことっていうのはそういうことじゃないです。そういうことではないです。ね。いただきます。塩唐揚げ、うん、あー美味しいね。ちょっと遠いんですよ、正直言うと。元気はあるんだ、元気はいっぱいあるだけど、うん、うん、白身、赤、珍しくチンしただけです。チンしただけ。いつもはその後ね、あの油でカリッとやり直すんだけど、うん、うん、あー美味しいね。いやー、いいね。おにぎりもオリジン弁当で買ってきたよ。これ鮭のやつ、ほら、うん、あー、いいね。なんだかんだ言ってやっぱり自分のね、このあれ、これダメ、めくれ、こっちからめくれてから、これめくれたらダメだよ、めくれたらちゃんとしといてよね、こっちめくれないようにしといたから、こっちでね、こうやって普通の大きさのボリューム、大きさのボリューム、うん、まあいいや、喋ってさ、ホテルだと音が聞こえちゃうから、あんまりね大きい声で喋るわけにはいかないでしょ、それ。先生、ありがとうございます。お久しぶりです。相当久しぶりでしょう。相当久しぶりですよ。うん。うん。ああ。
なんて素晴らしいんだ。前田先生、なんて素晴らしいんだ。なんて素晴らしいんだ、本当に。それはね、全部が全部多いよね。ビールばっかっていうわけにはいかないですよ。また僕はそんなに僕は偉くないです。またそれにこれね、美味しいしね、かっこいいよこれ。ほらこの丸の中にほら泡が入ってきて、キリンがこっちにいるんだから、全部が揃ってるんだね。これで、あっち、こっちよりも大きい生、こっちよりも大きい生って、これダイナリ生、違うか、違うね。こっちはローソンさんです。ローソンさん、ローソンさんです。餃子は美味しい。弁当さんにもね、あったの、餃子か。で、買おうかなーって。なんかやめ、あー美味しい。やっぱやめようかなって悩んでて、悩んでて考えながら、他の買ったんですよ。餃子どうしようかなって考えながら、こっちで。で、他のを取ってて、まあいいや、こんだけ取ったから今日は餃子やめようって言ってやめたんですけど、ずっと餃子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 って頭の中にあったの。コンビニエンスストアに行ってね、このシュワッとする飲み物たちを買ったらですよ、やっぱダメだ、餃子も買おうっていう話になったわけです。餃子も買うことになりました。おにぎりもう一個あります。このおにぎりも鮭です。このおにぎりも鮭です。なんでかって、なんで鮭二つかっていうと、鮭人気なんだよね、多分ね。だから作るわけですよ。そうすると余る時がある。お金よりたくさん作ると余ると、ちょっといい時間になってくると、これ2つとも50円引きでした。うん、他の味もね売ってたんですけど、普通の金額でどうしようかなって、この唐揚げとさ、うん、そうしよう。でも鮭美味しいしね、50円、2つ買うで、どうせ2つ買うでしょ、僕は2つ買うわけですよ。それやったらもう2つ買ったら100円引きって言ったらね、もうちょっと2つ買えるんじゃないかっていう、そういう話になりますから。そしたらもう僕は決めましたよ、鮭にしようって。
シャキャキ立って飯よ。僕は白身魚のフライが大好きだ。キズマは白身魚のフライが大好きです。ふと思ったんだけどさ、合わないのかね、あの赤身魚のフライがないっていうのはさ、フライに合わないのかね、赤身魚は。だいたい赤身魚って、あ、危ない、餃子が落ちるとこだった、危ない、危ないな、合わないのかね、赤身魚のフライって聞かないでしょ、フライに合わないのか。何もなかったです、今何もない、うん、それとも単価的に合わないのか、まあ、どっちか合わないんだろうな。あ、この餃子もし、もし合うならだよ、赤身魚のフライっていうのもさ、世の中にたくさん流通しててもいいじゃないですか。そもそも白身魚のっていうふうにしてぼんやりさせるわけですよ。そもそもっていうのは間違ってたかもしれない。本当の名前をね、入れてこないわけです。多分長くなるから、いや、言ってもわからんから、その白身魚の名前を言ってもわかんないだろうから、優しい心遣い。じゃあ赤身にしようかって言ったら、赤身はさ、これか、赤身魚って言ったらこれか、あとはマグロ、でも鮭サーモンは赤身に入るの、あ、マグロね。あと何、赤身魚って何ですか。今回なんかいたっけ、うん、ああマグロの他に誰がいるの、赤身魚は。そういえばマグロだけじゃないの？ねえ、赤身魚ってここにいる？思いつかない。外がこうやって赤いのはいるけどさ、中まで赤いのいたっけな。美味しかったです。ごちそうさまでした。